とネガにさよならをしてピノピノにコンパクトを返した日、あのファイナルステージの日からもう2ヶ月が過ぎようとしています。どこなの。大きな声出したら逃げちゃうよ。こっち。空っぽ。誰か連れてっちゃったのかな。よっしょ。移り変わりの激しい芸能界でクリーミーマミもだんだん忘れられ、私はごく普通の小学生として夏休みを過ごしていました。ところがいた。似てるけど違う。そっか。おいで、逃げなくても大丈夫だよ。ほら、怖くないよ。怖くないって言ってんのに。ゆうちゃんそっち。よし。汚いじゃない。まずシャンプーしてやるべきだな。そしたらいい。あんまり賢そうじゃないけど、まあいいわ。了解。この子引退したのに録画でしょ。止まったら夕日かかとに浴びながら、金色でくし雲前飛んでくの、デジタル時計の波サーフィンした、ビル越えあなたのアドレスへフライハイ。私行くの、実はテレフォンが2日来ないのよ。つねる資格ならあるんでしょ。それってありそう。残念でした。それは絶対ありません。ん、おい、名前は決めたのか。ユウ決めた。ノラポジット、ノラネガ。あ、こら、ノラネガ。オケ。ねえ、ポジとネガも風呂が嫌いだったな。あれからどうしてるのかな。デビュー1周年記念コンサート、ようやく会場の使用許可が下りてな。どこです。東洋の真珠と問われ100万ドルの夜景と称えられるあの香港だ。香港、じゃあもしかしてクイーンエリザベススタジアム。そう、世界に羽ばたくクリーミーマミが1年の総決算とともに新たなるステージへの第一歩を記すに、これ以上ふさわしい場所はあるまい。でも外国なんて。いや、外国だってな、ジャンボで4時間ちょっとだ。近いもんだよ。とにかく今回は時間がない。来どころにも目いっぱい走り回ってもらわんとな。いやだな、脅かさないでくださいよ。で、いつなんです。7月1日だ。1月ないじゃないですか。ないな。社長、マミちゃん、パスポート持ってるか。なかったらすぐに用意しないとね。必要なものは住民票と戸籍証本、それから。どう考えたってマミはパスポート取れないよ。
そっちはどう？うん、もうちょっと。待ってね。出た。はあ、やっぱり。やっぱりって？いいか、よく聞けよ。ピノピノと約束した1年が終わるのは、計算によるとだな、6月30日午前5時45分。7月1日には、あなたもう魔法は使えないわ。コンサートには間に合わねえ。中止にしてもらうしかないな。残念だけど中止するしか。あたしやる。なんだって？それが最後なら、うやむやにしないでちゃんとやりたいもん。気持ちはわかるけど、魔法が。コンサートを6月に繰り上げてもらって、日本でやればいいんでしょ。立花がそれを承知すると思うか。しないでしょうね。わかった。それほど決意が固いんなら仕方あるまい。だがそれでもクリーミーマミは引退しない。だってわかったって。君は疲れてるんだ。だから半年ぐらい休めばいい。したがって7月1日の香港コンサートはクリーミーマミデビュー1周年コンサートとして予定通り実行する。お休みはそれからだ。いいね。でもこれ以上は譲れない。香港コンサートにしてももうストップはかけられないからね。一つだけ聞くが、週刊誌の記事のことは本当に何も知らないんだろうね。はい。こういうことはもっと早く相談してほしかったな。ごめんなさい。まあよかろう。今日は帰って休みなさい。はい、ここでいいです。そう、大丈夫。うん、元気出してね。木所さんも。じゃあ。あ、あ、何？マミが誘拐？あ、あ、もしもし、マミちゃん、君か？分かった、すぐ行く。で、犯人の要求は？あ？いや、だから犯人だよ、誘拐の。あ？は？マミちゃん、一体。どうぞ。マミちゃんを連れ出すのに手荒な方法を取らざるを得なかったこと、お許しください。報道関係者の目がうるさくて、ああするしかなかったのです。いや、しかし僕には全く事情が。わしが王子にせがまれてマミさんの未来を占ったのがそもそもの始まりじゃ。マミちゃんの未来を？さよ、その子は実に不思議な星を持っておる。その上未来が何も見えてこんかった。それで歌をやめるのではないかと考えたわけじゃ。それを誰かに話しましたね。引退説を記者に漏らしてしまったのは僕の友人です。ファンクラブの時といい、今回といい、重ね重ねご迷惑をおかけしました。いえ、本当に。あ、いやいやいや、とんでもない。そんなでもどうしてあんたがここに？わしの占いに今マミさんがひどく困っておるらしいと出てな。ファンとして何か力になれればと、こうして飛んできたわけです。そして同じくファンとして僕も協力してるわけだ。あなたがファンだって？あの一件以来、僕もすっかり彼女のファンになってしまってね。まあ、失われた信用を取り戻すには時間がかかるだろうがね。会場は取れましたか？6月29日 OK だ。ちょっと待ってくださいよ。6月29日とか会場とか何のことですか？デビュー1周年コンサートは6月中に国内で、それがマミさんの希望だったでしょう。ならばその希望を叶えてあげようと。そんな無茶な。ご心配なく。香港コンサート中止による損失は全て僕の方で支払います。いや、しかし会場って一体どこを取ったんですか？まさかあなたたちの政治力で他をキャンセルさせたんじゃないでしょうね。そんなことしたらこの先パルトネンプロはみんなから白い目で見られ。そんなことはしませんよ。未だかって誰もコンサートに使用したことのない場所です。どこですか？セントラル競馬場。立花さん、このコンサートは望みうる最高のものにしたい。そのために僕たちは協力を惜しみません。よくわかりました。マミもいいね。はい。セントラル競馬場、私がコンパクトを授けられた運命の場所。こうして全てはその日に向かって動き始めたのです。クリーミーマミデビュー1周年記念コンサート、私のファイナルステージに向かって。それなのに、この大事な時に年男は。
訴訟が思い出したらやっぱり魔法は消えちゃうの？そうね、そうなるかしら。消した記憶は戻りかけてるなんてピノピノもいい加減だな。あいつ年男の記憶を消すとき手を抜いたんじゃねえか。まさか。じゃあなんでよ、なんで今になって。そんなこと私が知るわけないじゃない。知らんなら偉そうに言うな。ポジやめて。二人とも年男はまだ思い出したわけじゃないんだし、最後のステージまであと何日もないんだもん。なんとかなるわよ。なんともならんかったらどうすんじゃい。ねえが。むちゃくちゃに忙しい数日があっという間に過ぎ、私はずっと年を避けていました。そしていよいよ明日か。明日でみんな終わるのね。雨が上がりますように。心配ないよ、ゆうちゃん。この風ならきっと夕方には雨上がるって。アモルくんが言うなら間違いないね。ゆう、コンサートの後でね。私残した宿題があるから早く行ってやらなくっちゃ。ゆう、嫌われちゃったのかな俺。ゆうちゃん変なんだ。ん？すごく変。なんだかコンサートのことしか頭にないみたい。コンサート？マミちゃんのか？うん、変でしょ。うん、どうしようね。みどり。その日何があったか知らないけど、こういうことじゃないかな。ん？どういうこと？言っていい？いいから早く言え。トシオちゃんはマミちゃんが天使だと思っていた。その通り。ところが実はユウちゃんが天使だったね。そりゃミドリにとってはそうかもしれないけど。トシオちゃん、ユウちゃんは天使なの。だから大切にしなきゃダメ。マミちゃんなんて所詮テレビの人じゃないか。所詮高嶺の花か。雨でなきゃもっとお客さん集まったろうな。はい、ストロベリージャムお待ち。ユウはやむって言ってたわよ、この雨。はい、ブルーベリー。そういやあいつ一体どこへ行ったんだ。パパん？クレープサービスしてあげて。ああ、これは吉野のおじいさん、珍しいですね。ああ、マコト君も。ハニちゃん。ああ、ユウちゃん、ミーカ。トシオは？今日はやめとくって。マミのコンサートなのに。うん、一人で考えたいことがあるんだって。あ、ゆうちゃん。君はおもちゃが好きだね。早く行こう、コンサート始まっちゃうよ。楽しみにしてたんでしょ。当てつけかよ。え、俺バカだった。本当に緑の言う通りだ。あんまり近すぎて気づかなかったんだよ。もう手遅れかもしれないけど、マミちゃんにあんまり夢中にならないようにしようって。ダメだよ、今日のコンサート見なくちゃ。いいんだよ、無理しなくて。どういう意味？年を守るとなら無理することもないし、言うあいつの方が似合うもんな。しおちゃん、ゆうちゃんと来てなかったの？おばさんたちと見るんだってさ。あん時と一緒だね。
あ、なんだっけ、あ、NPB 歌謡祭。トシオちゃんと僕でマミちゃんを見てユーちゃんがいないの。急がなくちゃ。あ、そんなのありかよ。何？フェザースターの船が来ちゃう。は、早すぎるじゃない。トシオが思い出しかけてんだ。それでトシオくんが思い出すのが早いか、船が降りてくるのが早いか、どうすんだよ。最後まで歌えないかもしれないけど、私歌えるとこまで歌う。多分これが最後の変身ね。頑張ってユー、ユノ、パンプルピンプルパンポップン、ピンプルパンプルパムトップン。ピノピノの来るのを遅らすってことさ。無理よ。最後まできちっと歌わせてやりてえじゃねえか。こらピノピノ聞こえたらしばらく遠慮しろ。来るな来るな。
何か用かい？あ、パルトナムプロの人ですか？ああ。すみませんが、呼び出しお願いできませんか？呼び出し？セントレミー学園の森沢優、大事なことなんです。非常識だよ、コンサートの最中に呼び出しなんて。それに呼んでも聞こえやしないよ。ああ、また降ってきた。ひどくなるぞ。これ以上振りがひどくなったらやっとれんぞ。中止か。天使じゃないのよ、あなたのイメージで見ないでほしい。私は犬のことを恐れていちゃダメよ。プログラムも残すところあと1曲だし、なんとか言い訳もできるだろう。生放送じゃなくてよかったよ。やもえ、この曲が終わったら中止に。あー、シンガあなたたち一体何を見てるの？何って、雨が。バカ、よくご覧なさい、誰も帰ろうとしてないじゃない。そうですよ、中止する理由は何もないですよ。君は優なのか？じゃあ最後の曲に来る。
聞いてみようか。ミステリーのカーテンをくぐって伝説の世界に帰ったのさ。はあ、どうしよう。え？
ユウがクリーミー。ユウはユウだもん。見える？ああ、見える。ポジもネガも帰っちゃった。でもユウがいるさ。相変わらずか。突然だが、あれを君のマネージャーに戻そうと思う。え？ビッグプロジェクトがあるんだよ。なんなのよ、ビッグプロジェクトって。よう！よう。プロジェクト M はすでに動き出した。いいんだな。今後の細かい打ち合わせがしたい。よし。私にも説明してよ。めぐみ。何？彼女を送ってってやってくれ。シンゴ。もう。はじめまして。私、早川愛です。シンゴにはロスで随分お世話になりました。あなた一体。遠慮してんだよ、あいつ。どうして？どうしてって、つまりさ、これはね、その、ユウと俺とのデートだからさ。やだな、私そういうの困る。今日のアイドル特集は、カムバックが噂されるクリーミーマミでした。情報によるとマミちゃんは、現在アメリカでダンスのレッスンを受けて。トシオちゃーん！ん？トシオちゃん、今ラジオでね。あれ？あら、あら。壊れちゃった。なに？本当にラジオでそう言ってたんだ。マミちゃんは今アメリカで踊りの勉強してるって。それでカムバックの噂があるって？うん、そうそう。デマだよ、そんなの。変なの。何が？カムバックの話、年尾ちゃん喜ぶと思ったのに、なんだか怒ってるみたい。だってありえないんだもんね。どうして？一度やめてまた出てくるのって珍しいことじゃないでしょ。そういえば最近よく聞くな、マミちゃんの曲。あ、近日発売イメージビデオ、今帰ってきたクリーミーマミ。やっぱりカムバックするんじゃない？あ、おい、トシオちゃん、ユウちゃん。
優がその後も変わりないか、ちゃんと元気にやってるか、きっとは気になんねえのか。そりゃなるけど、愛がまた別れが辛くなるじゃない。あの子たちがいたらこんな時どうしたかな。ネガならほっとけって言いそうだし、ボジは捕まえた。帰ろう。あいつなんか困ってんじゃねえか。またピノピノに言われたでしょ、何もするなって。見てるだけならいいんだろ。何もせんでただそばにいるだけならいいんだろ。そうね、どうせ私たちの休暇だったもんね。みたい。は？まさか。マミも。ですからその件につきましては、まだはっきりしたことは言えない。ご連絡しますので。はい、どうもありがとうございました。申し訳ありません。はい、失礼します。カムバックを交渉しましょう。そう考えますから、構いません。よろしくお願いします。いや、こんにちは。木所さん、それで？社長はロスでマミちゃんたちに会ったらしいんだ。会ったのは立花さんだけなんですか？わからない。あの人詳しく話してくれないんだよね。でもプロジェクト M とか言ってマミちゃん再デビューの根回し工作が本格的に動き出したのは社長がロスから帰ってからだし、ひょっとしたら社長は今でもマミちゃんと連絡を取り合ってんのかもしれないな。はい。NPB テレビ15時には戻りますよ。そう。あ、食べる。ありがとう。立花さんと一緒にロスから来た謎の女の子、早川愛か。なあ、立花さんがロスでマミに会ったっていうのはどういうことだ。確かめるっけない。どうやって。なんかすごいことになってるわね。立花が嘘ついてんだろ。それだけならいいけど。今日はうちの亭主ようモテとるな。僕たちの他にも誰か。歌手のほら、綾瀬めぐみ。めぐみさん今、坂の上の喫茶店におるわ。行こ。あ、待ってよ、僕のお好み焼きまで焼けてないもん。 あんた、これタダにしてるからちょっと手伝っていかんか。はい。マミはすでに日本に帰ってるよ。4人の芸能記者から聞いた確かな情報だ。じゃあロスで踊りのレッスンをしてたっていうのは本当なの。ああ、向こうのダンススタジオに問い合わせた。ちゃんと入学受付の書類があったよ。シンゴったら何よ。マミはミステリーのカーテンをくぐって伝説の世界へ帰ったのさ。なんてよくも抜け抜けと陰でこっそりそんなことをしてたなんて許せないわ。あら、あなたたち喜んでいいわよ。マミ再デビューの噂は本当らしいわ。マミはダンスのレッスンを終えて久
密かに日本に戻ってるんですって。そんなバカな。嬉しくないの？マミ、マミちゃんのことはもうそっとしといてほしいんです。あの夜、最後のステージの上から姿を消したマミちゃんはもうどこにもいない。でも僕たちの目にはしっかり彼女が焼き付いてるし、歌声だって残ってる。それで十分なんだ。彼女は止まった時間の中でいつまでも輝いて、うまく言えないけど、彼女にはもう戻ってきてほしくないんです。右に同じ。左だろ。ちょっと。分かったわ。私たち手を組めそうね。え？マミにカムバックなんてさせないの。でも事態は私たちの想像以上に進んでしまっていたのです。ユウ、トシオくんから電話よ。あ、おはよう。大変だよ、テレビ見てみろ。そうです、クリーミーマミ復帰第1弾は日米合作映画の主演ということですね。で、映画の内容は？超大作 SF 映画、今それだけしか言えません。それからもう一つ、マミーカムバック前夜祭として1週間後にコンサートを準備しています。これもまあ前代未聞のコンサートと言っていいでしょう。期待してください。どうもありがとうございました。今日はパルテノンプロ、ダメですか？どうしても無理？普通のコンサートとは違うんだよね。あれはチケットは出してないんだ、全席招待客だけ。それも映画関係のお偉いさんとか音楽関係の先生だけでね、一般のお客さんは一切シャットアウト。そこをなんとか。木所さん、お願い。難しいな。僕がプロジェクトチームのメンバーならまだしも、今はめぐみちゃんのマネージャーですからね。なんでチームのメンバーから外されちゃったのかな。偽物だよ。きっと誰かがマミになりすましてるんだ。私もそう思うよ。でも。でもなんだよ。私じゃなくてもう一人別のマミがいるとしたら。まさか。トシオ、どうしてピノピノが私にコンパクトをくれたか言ったでしょ。フェザースターの船を見たからだろ。だからそれならトシオにだって資格があるはずじゃないか。俺がもう一人のマミじゃないぞ。そんなことわかってるよ。ただ私思うんだ、あの夜最後のステージの時、あれだけの観客がいて船を見た人は一人もいなかったのかな。もしかしたら一人ぐらい、もしかしたら船を見て私みたいにコンパクトをもらった人がいるんじゃないかな。第2のクリーミーマミか。うん。疑ってるのか？わかんないよ。そんな話知ってる？俺知らねえ。ピノピノのやってることはわかんねえからな。
それだけ？なんならもう一遍言いましょうか。早川愛、11歳、父が外交官で5歳の時からアメリカ暮らし、現在夏休みを。私が知りたいのは、なんであの子が慎吾と一緒に日本に来たかよ。社長ロリコンだったんすかね。聞いたこなさん、前見てくださいよ。前とにかくあの子マミの復活に一役買ってるんだわ。必ず尻尾を掴んでみせるから。つけられてるわ。ん？めぐみか。気づかれたみたいですね。逃がさない。君か、珍しいところで会ったね。探したんです。ちょっと彼女とお話ししたくて。愛ちゃんと？いいわ。バーン！ねえ、あなたの名前教えて。私は知ってる。愛ちゃんでしょ。私、森沢優。優、よろしく。嬉しいな。何が？またお友達が増えたから。日本に来てたくさんお友達ができたわ。お家日本じゃないの？パパのお仕事でずっとアメリカにいるの。もう6年になるわ。じゃあ日本のこと忘れちゃうね。たまには戻ってくるのよ。でも今度みたいに何日もいるのは初めて。そうだ、この前の時にはね、コンサートを見たわ。クリーミーマミ、セントラル競馬場？そう、ユーもマミが好き？あ、うん。あの、そのコンサートの時にね、アイちゃん。こんなとこにいたのか。立花さん帰るってさ。はい。今度また会おうね。ユー、もしかしたらあなたも箱舟を見たんじゃない？箱舟？ないと思うけど。そう。元気がないな。あの子のせいよ。ゆうちゃんがどうかしたのか？慎吾、私たちがしてることってもしかしたらいけないことなんじゃないかしら。何を言い出すんだ今さら。君らしくもない。本当ね、自分でもそう思う。あの子は君に何を言いに来たんだ？何も。はあ、分からんな。ユウにはまるで計算というものがないのよ。とっても素直で、あんな子珍しいわ。私、あの子の前で一つの役を演じてる自分に気がついちゃったから。そしたらなんだか考えすぎだ。単に育った環境の問題さ。外交官の娘なら小さな頃から駆け引きに長けていても不思議はない。それは恥じることであるまい。だったら外交官の娘になんか生まれたくなかったな。立花さん、ユウ来ませんでした？テレビ局に来てたが。
はあ、やっぱり行き違いだ。しょうがねえな、あいつ宿題が山と残ってんのに。よし行くぞ。とっ捕まえて宿題やらせないと俺までおばさんに怒られちゃうよな。友達か、羨ましいぞ。バン。その後、愛ちゃんとはゆっくりお話しするチャンスもなく、今日夕方6時にはアジアサンプラザでクリーミーマミのカムバック前夜祭コンサートの幕が上がります。招待状手に入った？八方手を尽くしたがダメだった。一枚も手に入らねえ。本当に手を尽くしたの？考えてもみろよ、マミが、あの消えたマミがカムバックするといえば大だったわと思うだろう。もし俺のとこに招待状が来たら絶対手放さねえもんな。みんなそうなんだよ。じゃあ入れないね。めぐみさんと木所さんは？私たちも入れないわ。うそ。ならいいんだけど。招待客と関係者以外入れないんですよ。僕たち今回は関係者じゃないから。そんなのおかしいよ。おかしいでしょ、慎吾のバカ。チョコパフェもう一つね。方法はあるぜ。その代わりコンサートはめちゃめちゃになるけどな。望むところよ。ちょっとこれそういう集まりだったんですか？そうよ。どうもお邪魔しました。もう仲間ですよ、木所さん。社長、僕は罠にはまりました。僕が悪いんじゃないんですよ。それで方法って？問題は入りたくても入れないのは俺たちだけじゃないってことさ。それでは説明するわ。気が進まないんだろう。うん、あのさ、誰かが第二のクリーミーマミになるのは別に構わないんだろう。だけどその誰かはマミの名前を使っちゃいけないんだ。違うかい？そうだね。止めた方がいいんじゃない？止めようがねえだろ。聞いちゃいけないんだから。でも、それよりお前見たくないか、どんなマミが出てくるか。それは見たくないよ。だろ？マンチ、プロジェクト M 開始。まだ自分がマミちゃんの親衛隊長だと思ってる？うん。あ、そんならさ、今夜6時に。電話。クリーミーマミファンクラブ？うん、開催者が分かってるけど、今日アジアサンプラザでね。電話どこかな？あ、りょうこ？うん、めぐみ。あなた4時のラジオ番組持ってるでしょ？そこで言ってほしいことがあるんだけど。そう。うん、お願い。招待状を持ってなきゃ入れんのだと言ってるだろうが。入れてくれ。
一般のファンが随分来てるようだが大丈夫か。何、まあ宣伝していないんだし、そう大した数にはならんだろう。大変です、ファンがどんどん押し寄せて手に負えません。何、クリーミーマミーカンパック前夜祭コンサートは午後6時開演です。皆様お誘い合わせの上お入れください。あとはジョーが仕上げをしてくれるわ。もしもし、カジです。アディアサンプラだ。あ、すいませんね、どうも。もしもし警察、実は今日アジアサンプラザで大掛かりな麻薬密輸組織の取引があるんですわね。どいてどいて、通して。誰もいないわね。イエイ。へへ、やってるな。通せ。火はどこだ。手本人は武装ゲリラは何人だ。迷子、小金井飯店です。なんだ。いいよ。お口だ、始まるぞ。とりあえずファンのみんなは席についておとなしくしている。だが結局マミは出てこないと分かったら、まったくバカなことをしてくれたもんだ。シンゴがいけないのよ。どこにもいないマミをカムバックさせるなんてプロジェクト M が聞いて呆れるわ。それは違う。そもそもプロジェクト M とはどこにもいないマミをさもいるように思わせるための計画だったんだ。なんですって。ロスで彼女と出会ったのがことの起こりだ。いいえ、正確に言えばあのコンサートの日に、あの時空に船が浮かんでいると言った子がいたんです。船だ、空に船が浮かんでるよ、ほら。私は冗談だと思いました。それにあの不思議な光や最後にクリーミーマミが消えたのも何か装置を使ったトリックだと思ったんです。しかしあのステージには何のトリックもない。それはみんなが知ってる通りだ。シンゴと会ってそう聞かされた時、小さな子が言った船の話を思い出したんです。あの時本当に船が浮いてたんじゃないかって。それと今度のこととどう結びつくの。私自分の目で確かめたかった、本当にそんな船があるのかどうか。だから今度のことを考えたの。カムバック騒ぎでマミが出てくると思ったんだね。そしてひょっとしたらマミと一緒に船も。ええ、ダンス学校の入学書類を細工し噂を流しいろいろやったが結局ダメだった。呆れた。シンゴ、あなたも船が見たかったわけ。まさか。計画がうまくいけばたとえクリーミーマミの実態はなくてももう一度人気に火がつく、そう考えたから協力してもらったんです。読みは当たったよ、レコードは売れた。なるほどね。感心するな。ダメだよ、ダメだよ、そんな話しちゃ。その子が船が見えるって言ったんならその子にはちゃんと船が見えたんだよ。
それでいいじゃない。どうして人を騙してまで確かめたいの。そんなことしなくても僕愛ちゃんのことゆうちゃんみたいで僕愛ちゃん好きになりそうだったのに、そんな話聞きたくなかったもん。それよりさ、待ってるファンをどうするんだい。立花さんよ。そうだ、キノコロ。はい。お前、マミの扮装して舞台で歌ってこい。かわいいぞ。何言ってるんですか、嫌ですよ。やるんだよ、キノコロ。あれ、ムラポジとムラネがどこ行っちゃったんだろう。さようなら、アイちゃん。
さあ、送ろう。どうして私にまで秘密にしたの？本当のことを言えば反対したろ。そうね。だが、これまでずっとプロジェクト M にばかり関わっていたわけじゃないんだぞ。例の SF 映画な。マミが主演するっていう？めぐみが主演するんだ。本当？でも私、まだ怒ってるのよ。え？今日は一人で帰るわ。待ってくれ。今日もう一つ話があるんだ。みどりくん。さて、俺たちもそろそろ帰るか。こいつら急にどうしたんだ？来てたんだ。え？ポジと願いが来てたんだ。